近藤健介、ソフトバンク、日ハム、オリックスの3球団でめちゃくちゃ悩んでいた。11月8日に FA 権行使を発表し、同11日に他球団との交渉が解禁。大型契約を提示して残留要請していた日本ハム、ソフトバンク、オリックス、西武、ロッテによる争奪戦となり、1ヶ月ほど熟考を重ねた。もちろんファイターズで11年間やって恩もありますし、入団当初からお世話になっている中嶋監督、オリックスと野球をやりたいというのも、いろんな思いがありちょっと長引いてしまったと明かした。関東がいい、かっこ関東は除外。ザクザクさんはコメント出すべきでは。これは西武ロッテファンイライラやるなあわら。ガチのマジやんけ。松井和夫がさ、地元でロッテファンでさ、関東2球団さ、西武入り決断の近藤健介どこ、ここ息子が幼稚園入るから関東の球団って言ったじゃん。ロッテファンの西武入り決断の日本ハム近藤、オリックスを断りソフトバンクへ。実際は日ハムでは迷ってなさそう。ザクザク信じたのが悪い。よかったやん今回で学べて。地元の関東有利とは何だったのか。ロッテは本当に参戦してたのかもわからん。